みなさんこんにちは、しょりみチャンネルのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、夏休みの課題宿題を妹と比較してみたっていう動画なんですけども、私ね、中学1年生になって初めての夏休みですね。はい。めっちゃ疑問系ですね。で、夏休みだから中学校の宿題と小学校の宿題、まあどっちが大変かっていうか、なんて言うんだろうね、両方っていうかかな。まあね、比較していこうかなと思います。じゃあまず私からいきますね。リミちゃんいないので今ゲームしてるんで、スプラトゥーン友達と、あ、やべ、今名前見えちゃったかもしれない。今手元にね、しおりがあります。で、中学1年生の宿題はですね、まあ教科ごとに分類されておりまして、私の学校は、他の学校は知らんのだけど、そうですね、少ない方だと思いますよ。あ、ちょっと待って、晴れてる、やだ、ごめんなさい。で、中学校の宿題は教科ごとに分かれてて、まず国語が部首の暗記と読書感想文となっております。で、次、数学、数学はプリント両面1枚です。あら、終わり、それで終わり。で、これも2学期の初めの授業で提出するだけなので、もう超簡単ですよねって思うじゃないですか。問題数えぐいんだけど、なんかザーッっていうね、問題数えぐくて。次、理科は自由研究です。あ、大嫌い。自由研究はなんかその論文とかの、なんていうのかな、そういうやつと、あと科学風作品みたいな、その作品の2個があって、私は論文の方にしました。そう、納豆の、納豆に一番何が合うかみたいな論文を書きます。はい、でも、はいはい、論文ってさ、納豆についてじゃん、はい、納豆に何が一番合うかってさ、自分の好み次第じゃないの？そんなのいいのとかって。いやけど、先生と相談して決めたからいいと思う。あ、そうなの。なんかそう、まあ、自分のね、好みになっちゃうと思うんだけど、やっぱりその、うん、しょっぱさ、辛さとか、うん、自分なりに、なんか、なんていうのかな、分析して、それをまとめればもう OK。 合う合わないみたいな。そう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 。でね、次、社会。社会は、これなんと1学期の復習のみです。なので別に、復習やりたくないなって人は別にやらなくてもいいとのことなんですけど、この1学期の復習、これ提出があるらしくて、まあ、別に出さなくてもいいけど、提出した方が成績アップするよぐらいにはちょっと言われてたので、ちょっとね、やろうかなと思ってます、私は。まあ、まだ1ページもやってないんですけど。もう本当に宿題やってなさすぎてやばいよね。これだからさ、私さ、本当にさ、夏休みの最後の方になって焦るタイプなの。毎回。もう、学生もう6年間やってるからわかるけど、毎回最後の方になってどうしようってなるタイプなの。もうマジ学習能力ないよねって自分でも思うんだけど、まだ全然やってません。まだ何一つ終わってません。まあいいや、次行きます。次は英語ですね。英語はなし、その一言だけなんですけど、ここに書いてあるのでは、まあ、勉強しといた方がいいよねって思います。これも社会と同じで、別に性質とか一切ない、本当にないんですけど、私マジで英語苦手でして、読めないのがいっぱいあるし書けないんだよね。なのでちょっと復習していきたいなと思います。で、次、音楽。音楽は音楽新聞っていうのがあって、その自分でテーマを決めて、その音楽にまつわるねことを調べて、それをねまとめようみたいな新聞を作るらしいです。やりたくない。テーマの例とか書いてあるんですけど、音楽の歴史とか世界の音楽とか作曲家についてとか、私はねギターについて書こうと思います。楽器書きやすそうじゃない、やってるし習ってるし書きやすそうということでギターにしました、テーマは。で、最後、総合はなんか
自由研究のもっとなんか理科が含まれてないやつ、自分で気になったテーマを設定してなんかレポートとかに書いて発表しましょうっていうのがあるんですけど、私はちょっとねどうしようかな、まだ迷ってるんですけど、動画を作ろうかなと思ってて、動画で発表したいなと思ってます。ということでね、私の中学1年生のね、あの夏休みの課題は以上となります。じゃあ次ね、りみさんの宿題どうぞ。どうもりみです。宿題見せていきたいと思います。まずみんながやる宿題言葉で言ってくださいドリルこれです。もう終わりました。次絵日記、絵日記また今度やります。日常日記、日常日記はね毎日やってます。次選ぶやつ、選ぶやつではね図画工作にしようと思ったんですけどね、失敗したので習字にしました。はい、次読書感想文、読書感想文これ読みました。これ面白かった、うん、終わりですなんか少ないよね、すごく少ないかなと思った。でもこれプラスなんだっけ、自主学習っていうのが自分の学校すごい盛んで、その名の通り自分で学習するっていうことなんですよね。好きなことを学習してくださいっていう。それがさ、次のページのさ、なんかいっぱい載ってなかった、ここ、こんな学習に挑戦してみてはいかがですかっていうことだよね。20の自学のアイデア、うん、だからここに20個ぐらい載ってるんだよね、やることが、うん、まあ、この中からまあちょっとね選んで、あの自学学習31個欲しかった。あ、31個、毎日やるってこと、うん、もうやってないじゃん、すでにもう1週間ぐらい、もう夏休み始まってから経つけど、まだ1個も自学学習手つけられてないよねまあでも、あのドリルが終わって、読書感想文が終わって、習字が終わった、全部終わった、全部終わったね。まあ、あの絵日記は夏休み中で一番多分楽しかったっていうか、そういう思い出を書くことになるから、まあ急がなくていいかなっていう感じなのでね、もうほとんど終わったってことだよね。とりあえずやらなきゃいけないものは今日でね、今日読書感想文書いたから、じゃあもうあとほんと自学学習だね、明日から。やだ、頑張って。お話書きまくる物語作り、うん、物語作りが得意だからね、まあ、得意なものをメインに、まあいろんなものに挑戦して、多分自主学習をメインだからこんだけ少ないんだと思うんだよね、こう学校から宿題がなんか少ないイメージだよね。なんか小学校ってすごいいっぱい多いってイメージだけど、今回はこんな感じでした。ということで、しーちゃんとりみの宿題を紹介しました。バイバイ。しほちゃんはまだたくさん宿題残ってます頑張って、頑張る寝てるよね。あー、わーわー助けて、ほんとマジでね、まだ、もっと終わった？争ってんの？でもすごい遠く、遠いよ。もう超汚いやん、この辺とか。え、でもそんなとこ映んないよね。あ、もう米粒みたいな。映んないよね、は嘘でしょ。私が映るでしょ。うん、あ、じゃあさ、こうやってやって。見えないよね。機嫌が悪い人、珍しく今日は機嫌が斜め、ご機嫌斜め。
お腹が空いて疲れてご機嫌斜めなしほちゃんでした。お腹が空いて力が出ない。アンパンマンじゃんそれ。いいちゃんアンパンマン。